今回の問題。 DTP とはダイナミックトランキングプロトコルの略で、シスコ独自のプロトコルです。対抗のスイッチと何々を行って、何々ポートもしくは何々ポートを決定します。動作モードは4種類あります。ダイナミック何々とダイナミック何々、あとはトランクとアクセス。さらに DTP は何々 VLAN を使って通信しています。さあ、皆さん、このハテナに当てはまる言葉わかりますか？少し考えてみてください。答えはこちらです。それでは今回も一緒に勉強頑張っていきましょう。お世話になっております、マサルです。今回のテーマは DTP、 ダイナミックトランキングプロトコルです。 DTP は対抗の機器とネゴシエーションをして、自分の役割をアクセスポートにするかトランクポートにするか判断してくれるシスコ独自のプロトコルです。今までは明示的にポートに対して、このポートはアクセスポート、このポートはトランクポートと設定をしていましたが、この DTP を使えば対抗の機器の状況を見て動的に役割を設定してくれます。それでは詳しく見ていきましょう。これまでの動画でアクセスポートとトランクポートを一緒に勉強してきました。アクセスポートには PC やサーバーなどが接続されます。トランクポートはスイッチ同士が接続されたりします。今までは対象のポートに対して明示的に、ここはアクセスポート、ここはトランクポートと設定をしてきました。ただ、もし接続先に変更があったり、利用するポートが増えた時に、いちいち設定して変更するのはなかなか大変ですよね。できれば状況に応じてアクセスポートになったり、トランクポートになったりしてくれたら、管理者としてはとても楽になります。そこで生まれたのが DTP というプロトコルです。DTP はデフォルトで30秒ごとに相手とネゴシエーションを行い、自分のポートの役割をアクセスポートにするかトランクポートにするか決めてくれます。この DTP とても便利ではあるんですが、いくつかのモードがあり、そのモードを理解しておかないと思わぬトラブルになる可能性もあるので、しっかりモードを理解しておきましょう。モードは4種類あります。トランクモード、アクセスモード、ダイナミックディザイアラブルモード、ダイナミックオートモードです。トランクモードやアクセスモードは今まで勉強した内容です。固定的にトランクポートとして動作させたり、固定的にアクセスポートとして動作させることができます。そして今回新しく出てきたこの2つのモードを使うと、ネゴシエーションを行ってトランクポートになるのかアクセスポートになるのかを動的に決めてくれます。イメージとしては、こちらのダイナミックディザイアラブルモードは積極的にトランクポートになろうとします。相手がアクセスモード以外の場合は、自分はトランクポートとして動こうとします。一方、ダイナミックオートでは基本的にはアクセスポートになろうとします。ただ対抗がトランクだったり、ダイナミックディザイアラブルの場合は対抗に合わせてトランクポートとして動きます。それぞれのモードの組み合わせはこの表のようになります。特に意識してほしいのはダイナミックディザイアラブルモードです。積極的にトランクポートになろうとしていますよね。対抗がアクセスモードの時だけがアクセス、それ以外はトランクとして動こうとします。ダイナミックディザイアラブルとダイナミックオートが対抗になった時はトランクポートになりますので、ここはしっかり覚えておきましょう。ダイナミックディザイアラブルの方が強くてトランクモードになります。あとはダイナミックオート同士の組み合わせの場合はアクセスポートになることもしっかり覚えておきましょう。それではここまで学習した内容をパケットトレーサーを使って実習してみましょう。パケットトレーサーに移動します。今回は4つのネットワーク構成を用意しています。それぞれの構成を使って DTP の働きを見ていこうと思います。まずは一番上のネットワークを見てみてください。このスイッチさんの FA0/1 の設定をして、トランクポートとして動かそうとしています。対抗のスイッチのポートはトランクにすでに設定がされている状態です。ではどのように設定すればいいでしょうか。ただ一つ条件があって、トランクモード以外で設定をしてください。少しわからないなという方は先ほどの表を思い出してください。対抗がトランクの時にトランクポートとして動かそうとする時には、自分自身がトランクである場合、ダイナミックディザイアラブルである場合、もしくはダイナミックオートである場合です。今回はトランクが使えないと言っているので、この2ついずれかを使えばトランクになることができます。では設定をしていきましょう。まずは現時点での設定がどうなっているか確認します。 Show Interfaces トランクで見てみると、すでにトランクポートとして FA0/1 が動いているようです。
実は今設定しようとしているスイッチの2960という機種はデフォルトでポートにダイナミックオートが入っています。ダイナミックオートがすでに入っているのでトランクポートとして動いているということなんですね。なので今回は設定不要ということになります。明示的に設定したい場合はインターフェースを指定してスイッチポートモードダイナミックオートもしくはスイッチポートモードダイナミックディザイアブルと入れてあげましょう。ちなみに2960の場合はダイナミックオートがデフォルトの設定になっていますが、機器によってはデフォルトの設定が異なりますので必ずダイナミックオートというわけではありません。ここはしっかり注意しておいてください。機器によってはポートのデフォルトの設定がダイナミックオートの場合もあるしダイナミックディザイアラブルの場合もあります。では次のネットワーク構成に行きます。スイッチ4の FA0 スライチをアクセスポートとして動作させたいです。ただアクセスモードは利用できないものとします。対抗がアクセスモードになっているのでこれに合わせてアクセスモードになるにはどのようなモードを採用するべきでしょうか。対抗がアクセスモードになっているときに自分自身をアクセスモードで動かしたいときはアクセスモードかダイナミックディザイアラブルかダイナミックオートです。この3つでアクセスポートになっています。ただ今回はアクセスポートを使うことができないと言っているのでダイナミックディザイアラブルかダイナミックオートどちらかですね。では設定をしていこうと思いますが、まずは現在の設定状況を確認します。アクセスポートの設定なので小 VLAN ブリーフで設定状況を見てみると、すでにポート1が FA0 スライチでアクセスポートになっていることが確認できます。先ほども説明しましたが、今回設定しようとしている2960はデフォルトでダイナミックオートの設定が入っています。自分自身がダイナミックオートで対抗がアクセスの時にはアクセスポートとして動くので、今回も設定不要ですね。アクセスポートとして動いています。明示的に設定したい場合はインターフェースを指定してそれぞれのモードを設定することもできます。では3番目のネットワークを見てみます。スイッチ6の FA0 スライチをトランクポートとして動作させたいです。対抗はダイナミックオートになっています。条件としてはトランクモードは利用できません。ではこのような場合にスイッチ6の FA0 スライチにはどんな設定をしてあげればいいでしょうか。先ほどの表を見てみましょう。対抗がダイナミックオートでトランクポートにしたい場合は自分自身がトランクかもしくはダイナミックディザイアブルです。今回はトランクが使えないという条件があるのでダイナミックディザイアラブルの設定をしてあげるとトランクポートになるはずです。では設定をしていきましょう。こちらも同じように今の状況を確認しておきましょう。 Show Interfaces トランクのコマンドを打ちましたが何も出てきていないのでトランクポートとしてまだ何も設定されていないようです。 Show VLAN Brief を打ってみると FA0 スライチはアクセスポート VLAN1 として動いていることが分かりました。ではこの FA0 スライチにダイナミックディザイアブルの設定を入れていきましょう。対象のインターフェースを指定してあげてスイッチポートモードダイナミックディザイアラブルと入れてあげます。では入力します。するとこのようなメッセージが出てきています。こちらをご覧ください。すぐには状態が変わらないんですね。30秒ごとにネゴシエーションを行ってますのでそのネゴシエーションが終わった後に状態が変化します。こちらの LED が緑色になったら次の Show Interfaces トランクでトランクポートの状況を見てみます。緑色に変わったので状態を見てみましょう。 Show Interfaces トランク実行してみたところモードがディザイアラブルになっていてトランクポートとして動いていることが確認できました。ダイナミックオートとダイナミックディザイアラブルの組み合わせの場合はトランクポートになることをしっかり覚えておきましょう。それでは最後の構成も見ておきます。最後の構成は両方ともすでに設定が入っている状態です。ダイナミックオートとダイナミックオート、この場合アクセスポートになるのかトランクポートになるのか皆さん覚えていますでしょうか。この場合はダイナミックオートとダイナミックオートの組み合わせなのでアクセスポートとして動きます。念のため設定状況も確認しておきましょう。Show VLAN Brief で設定状況を確認するとポーツに FA0 スライチが存在するので FA0 スライチはアクセスポートとして動いていることがわかります。あとは最後にシミュレーションモードを使って DTP の動きを見てみるのも面白いと思います。シミュレーションモードを起動させてフィルターが DTP だけになっていることを確認して矢印ボタンで進めてみてください。すると DTP のコネクションのフレームが出ていることがわかると思います。この DTP は30秒ごとに行われており、それぞれネゴシエーションをとっています。はい、それでは今回はパケットトレーサーを使って DTP の勉強を一緒にしてみました。実習は以上です。お疲れ様でした。
はい、実習お疲れ様でした。それでは冒頭の問題の答え合わせをしておきましょう。 DTP とはダイナミックトランキングプロトコルの略で、シスコ独自のプロトコルです。対抗のスイッチポートとネゴシエーションを行い、アクセスポートかまたはトランクポートを決定します。動作モードは4種類あります。ダイナミックディザイアラブルとダイナミックオート、あとはトランクとアクセスです。 DTP はネイティブ VLAN を使って通信されます。ここはあまり説明していませんでしたが、ネイティブ VLAN を使うことも意識しておきましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。